うん、後ででいいですよ。ここに出しとこう。はい、結構真面目なやつですか。あ、もう、はい、普通になんか。ラフな。大丈夫です。私ラフでした。はい、ラフ。よいしょ。ハギハギ行ってもいいと思います。こんばんは、トークアバートワンピース第5回目です。先ほどリカベイビーの時ちょっと最後切れちゃったんですけど、第5回目始めようと思います。よろしくお願いします。お願いします。5回目のゲストは写真家の宇津由美子さんです。はい、よろしくお願いします。こんばんは、お久しぶりです。この間展示の犯人、はい、そうです。今、はい、展示されてるんですよね。はい、アトリエでやってますね。なんかその展示どんな感じの展示なんですか。今はアトリエが6畳のスペースと4畳半のスペースとあとキッチンとトイレがあるんですけど、はい、行きました行きました。あそこですよね。そこ全部に写真を割と貼りまくる感じで、うんうん、壁という壁に150枚ぐらいは貼ってますね、うん、へあとそれ以外にも17歳ぐらいからネタ帳っていって日記とか、うん、あと詩書いたりイラスト書いたり、うん、あと作品のアイデアとかそういうの全部ノートにしたためてるんですけど、うんうんうん、それが100冊ぐらいあって、うんうん、で見放題になってるっていう。そのうつさんのそのファイルのね、はい、量がもう凄まじくて、はい、すごい写真申請機で、ね、ああそう、あ、申請機ワンウォールか、ワンウォールか、一坪で、一坪店か、そう一坪店だ。あの時もすごい量だった、ね、あ、そうですね、量が常に量があります、ね。うん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 。それでもうね、10代からずっと。あ、そうで、最初はだからそんな写真やってたわけじゃないので、うんうん、あ、そうなんだ。そう、17歳から、うん、使い捨てみたいの撮り始めたんですけど、うんうん、まあ、その時はね、写真よりか詩とかの方が多くて。あ、そうなんだね。そうです。写真はまた別に撮ってあって、はい、今回は、うん、ネタ帳、アイデアノートが、うん、アイデアノートですね。写真もすごいあんですよ、捨ててないんで、もう大量に撮ってあるから、そうだよね、それも今度やろうかな。もう何年ぐらいじゃあ写真をやり始めて。25年になります。あ、25年か、すごいですね。年食ってないんですよ。いやいや、もう全然年齢は分からないので。そう、25年か。25年やってます。ね、で今日はね、この、はい、トークアバートワンピースという、はい、企画なんですけど、はい、後ろでも展示をしていただいて、はい、でオンライン上では、はい、その作品を一点ね、選んでもらったものについて語ってもらうという企画なんですね、はい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 。で今回うつさんが選んでくれた作品はどんなのでしょうか。はい、ここで見えますか、これで。あ、見えます見えます。ちょっと寄ったりして、うん、もっと寄って大丈夫ですよ。はい、よいしょ。お店が反射しちゃいますね、うんうん。これタイトルもまだちゃんとついてないんですけど、うん、私の作品ってもうちょっと物量が少なくて、そうだね、シンプルと言えるかどうかわかんないんですけど、なんかシンプルではないと思う。メインのものが一つあって、それになんか一種類か二種類周りのものがあって背景があるみたいなのが普通のスタイルなんですけども、うんうんうん、これはすごい物量が多いです。私もおつさんの作品見てきていますけど、はいはい、ここまで物量が多いのっていうのがあんまり見たことなかったなっていうふうに思って、はいはい、こういうの作ってたんですね。そう、一時作ってて、これ2013年に撮ったもの、ちょっと大きくて入らなくて、なんとなくで大丈夫ですよ。はい、はい、ちょっともう置いちゃっていいかな。いいです、いいです。ちょっとすごい内容が細かいので、私もはい、ありがとうございます、はい。内容が細かいから多分近くで見ないと見えないのと、もともと小さくて A2 ぐらいのサイズでプリントしてたものなので、うん、はい、ちょっと大きくしないと見えないところがあるんですけど、うん、その2013年ぐらいに、はい、写真を売ることを、高く売ることを考えてた時期があって、そう、自分の写真は大事です。それ笑わないですよ、真面目に考えてた。いや、めちゃ私も分かる。分かるからこそ笑っちゃってました。はいはいはい、それ言うかっていうね。なんかあんまり言わないやつじゃないですか。でも私もそう、お金、ね、まあ、売れてないんですけど、作品で、高く売るっていうのと、なんかもっと集中して、一点に集中して時間かけて作りたいなっていうのがあって。分かりますよ、それは。それにちょっとチャレンジしたやつで、で、うんうん、
その前ぐらい。絵画のアプローチですよね。写真ってパッと撮れるけど、そうですね、絵を描くのってすごく時間かかる、一作にすごく時間かけるじゃないですか。そうですね、だから私も同じこと考えたことありました。うんうんうん、でそれで普通の私の写真っていう、うん、あの全紙ぐらいがちょうどいい見え方の作品がすごい多くて、全紙だ写真ってあの大きい方が値段が高くなんですよね。で小さいと別になんか結構内容じゃなくて大きさで決まるところとかもあって、あります、ね、だからそう高く売るためには大きくした方がいいから、うん、大きくしてもちゃんと見えるものを作ろうと思ってそれを撮って、でそのアプローチでそう死の子で撮ってるんですよ、うん、現場は、ちょっとそれもデジタルプリントなんですけど、うんうん、だから実際のプリントすごい、死の子から焼いたことないんですよ、死の子でデジタルスキャンして焼いちゃったから、実際のはまだ一枚もなくて、でもいつか焼かなきゃなと思ってるんですけど、実際にこれこの作品を作ってた2013年はこういう、うん、こういう作品っていうのは何点か作ってた、はい、これだけなんですよ。これあのちょうど子供が2011年に生まれたから、子供が2歳で、うんうんうん、あの結構身動きが取れなくて、うん、だけどちょっと新しいことに挑戦していきたくて、うん、で 1枚作るのになんか元々こう まず素材の量がすごいんですよ、ね、これどれぐらいの大きさの実際なんですか。実際はあでもこの机に乗るぐらい、もうちょい大きいぐらいですけど、アトリエにこうで、うん、あのバッグをつけて、そうそうそうですね、ここに毎日こう少しずつやっていくって感じ、ちょっとずつなら、でも3日並べる、あどうだろうな、3日並べてないか、ちょっと古いので記憶が、あの曖昧になってるんですけど、うん、あの結構その集めた素材に色塗ったりとか、うん、そこからやって、なんかクリーム色でシンプルに仕上げた、本当は、うん、あれです白と赤と青とかやろうと思ってたんですけど、白で終わっちゃって、うんうんうん、で白いものを集めたり、あとは白く塗ったものを並べて、うん、結構な、あれですよね、宗教画のちょうどなんか真ん中に来る天国、うん、地獄となんか人生と天国みたいな、うん、そのなんか天国じゃなくて現世のごちゃごちゃみたいな感じですよね。まあでも本当に実際にこうあるものじゃないですか、うん、こうそれをこう、うん、買っていく作業っていうのすごい大変だと思うんですよ。ああはいね、もともとね結構持ってて、持ってたんだ。そうですね、新しい子がここにシルクワーム、カイコガンとか生きてるの乗ってたりして、生きてるのもあるんです。そうそう、わざわざあの、ね、爬虫類屋さんで、あの爬虫類の餌で売ってるんで、そのシルクワームを買いに行ったりとか、うん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 、あと豚のタンとか、あとなんかちょっとずつ、うん、そう野菜とか、うん、そうですね、いろいろタケノコとかも入ってますね。そうなんだ。すごい細かい、お花もあるし、結構見応えがあるんですよね。素材の量が100種類ぐらいは少なくともあるんじゃないかな。で、あのあれです、あの中ぐらいの人体の模型みたいのがあるんですけど、それか手足首胴体バラバラなんで、それも自分の好きなポーズに全部あの組んで、あのちゃんと接着剤で貼って、でそれでやってるんで、その人物をこう組むのとかに時間がかかって、私あのこういう、うん、あのやっぱり密度が濃い作品を作って2011年作ってたんですけど、その時はもう、うん、かあのなんか集められなくて、あ、はい、であのこう自分でこう何て言うかな、画像をこう画像からこうもらって、はい、それをこうあの入れたりとかして、はい、そういうなんかやってたんですけど、なんかちょっとトロピカルな感じの作品ですかね、うん、なんかね、細かめちゃくちゃ細かいものを、うん、全部にこうパーッてみたいなやつを作ってた時があったんですけど、へぇ、デジタルでやらないで実際に、すごいね、その実際にやるのがすごいなって、はい、やってました。うん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 、そなんかね、白滝とかタピオカとかまでかけて、あ、そうなんですね。そうなんです。へぇ、なんかその、いつもこの作品見て思うんですけど、うん、この作品でももちろん思ったんですけど、はい、素材選びってなんかどういうふうにこう選ぶんですか。はぁ、い、感覚と、あとはこれはちょっと色で合わせてるので、もともと白いものと、うん、あとはそっか、でも割と白いものが入ってますね、羊とか。あ、そうか、この場合は結構 色を考えながらということですか。考えながらなんですけど、うんうんうん、あとなんかこれ難しいですね、いつもと違うから選び方が、うん、結構普段
は、うん、あの物のある色を拾って、うん、色とかディテール、質感、うん、あと何だろう、うん、テカリ具合とかそういうふわふわしてるとかそういうのいろいろ拾って組み合わせたりするんですけど、うん、これに関してはちょっと私の手がいつもよりかいっぱい入ってるので、うんうんうん、とりあえず面白いなもの、面白そうなものを手当たり次第集めた感じはあります。なんかこうちっちゃい時からそういうこの、うん、なんか私はさ、うん、そのうつさんの、うん、世界に出てくる、うん、あの虫とか、はい、今日苦手なんですよね。あの実際に触ったり、あのそうそう ワームでしたっけ、ミルワームミルワームでしたっけ、うん、とか、うん、あれこの間も見せていただいたんですけど、うんうんうん、ちょっと気持ち悪かった。あでもね、ミルワームは私も最初は気持ち悪くて、でずっとね一緒にいるとだんだん触れるようになってきたりするのも、うんあります。うん、私も一応に気持ち悪いなんですよ。あ、気持ち悪かったんですね。気持ち悪いものもあります。中には、うん。ちっちゃい時からそういうの好きだったのかなって。ちっちゃい時、あの家系っていうか、うん、あのおじいちゃんも多分虫とか平気で、うん、それであの父がねすごい虫、うん、生き物が大好きな人で、あ、そうなんだ。そうなんです。なんか、うん、だから何かいると捕まえてきて、うん、とりあえず飼うんですよ、うんで。殺す前に逃がすみたいな。だから常に家に何か生き物がいる家に、まあ、猫は飼ってずっと飼ってたんですけど、それ以外にも、うん、あ、そうなんだ。じゃあお父さんの影響もちょっとある。ちょっとじゃないですよ、かなりある、かなりあるんですね。そうですね、せっかくだからここに、はい、そしてかけられるか、うん、ちょっとここになんかあのアクリル板があるので、はいはい、なんですけど、あ、そうなんですね。で私も今家に何かしら生き物を取ってきて飼う習慣がずっと自分にもあって、娘たちもだから全然平気で、多分娘たちも今お姉ちゃんが今日あれですね、カゲロウかユスリかどっちだな、なんかね虫の卵持ってきてそれの孵化を一緒に見ました。うん、なんかそういう変な家ですけど。それは写真家になって。うん、ってから、うん、やっぱりそういうのが出てきたんで、それとももし写真家じゃなくても、うん、あ、じゃなくてもだと思います。やってた、やってた。でもそう今でも、うん、そう飼っても取らないんで、とりあえず、うん、いると捕まえて飼いたくなっちゃうんですよ。あ、取るためじゃないんだ。取るためだけじゃないですね、観察して楽しい、うん、趣味ですね。あ、それが作品になってるんですね。でタイミングが合えば作品に使って、うん、タイミングがなければただ飼って終わるっていう感じで、はい、いろんなものがいます、うん、なんか これからも、うん、この間お話聞いた時に、はい、なんか今後もこういうの作っていきたいなっていうふうに言ってたんだけど、それはお金が欲しいから。あ、違います、それお金が欲しいです。これお金が欲しいのでっていう理由だったから。そうですね、そうですね、うん、金が欲しいのもありますけど、うん、なんか、うん、最近マンネリパターンが結構決まってて、自分が子育てしてるんで集中できる時間がすごい短くて、独身時代だともうなんか本当三日三晩その作品のことだけ考えて過ごすとか、そういうの当たり前にあったんですけど、もうずっとこう詰めて詰めてみたいな、全くできなくて、その必ず家事と子育ての時間なんか計算すると朝3時間に夜は4時間、まあ、絶対あの子供と家のことに取られるから、やっぱちょっと集中がぶつ切れになっちゃうんですよ、ね、うんうんうん、だからそれがもうどうしたらいいんでしょうね。作りたいは作りたい、それであの今だから似た作品が量産されていくから、そうじゃなくて落ち着いてじっくり取り組めるのをやって、ちょっとまた自分の新しい面を探したいなっていうのは考えてるんですけど、実際まだ難しそうだけどっていうのを、はい、その中でこの作品っていうのが、はい、このなんかちょっとヒントになるんじゃないかなっていうふうに思ってるってことですか。そう、うん、だから自分でなんかこれ作った時はなんかごちゃごちゃしててそこまで詰められてなくいい感じがして、うん、それであんまりそんな好きではなかったんですけど、あ、そうなんだ。そうなんですよ、作った時はうーん、いまいちだけどとりあえず作ったから出してみようかなぐらいだったんですけど、すごくいいと思う。そう、今の時点から振り返ると、うん、この時間 今のところ戻ってこなくて、うん、だから多分もうちょっと子供が
あと1、2年でいけるかもしれないですけど、うんうん、もうちょっと落ち着いたら多分これを作る時間ができてくるんだろうなと思ってて、そのなんか目標のために最近ちょっと意識して見るようにして、最近名刺作ったんですけど、うん、名刺もこの写真にして、うん、なんかお守りみたいな感じ、そう、なんか今耐えるんだ、耐えてこういうのが好きなんだ。そうだ、このやっぱり緻密な作業が必要とされる作品だから、やっぱ時間がね、うん、必ずかかっちゃうもんね。かかりますね、うんうんうん、もう集中しないと、なんかずれるとダメだし、うんうんうん、なんか写真をね、うん、ずっとやられてきたと思うんですけど、はい、写真っていろんなことができるじゃないですか、はい、こういう時間かけて撮るものもあれば、うんうんねうん、人と会って人を撮るとか、うんうんうん、あともう本当にパパッと撮ったりするのが、ね、風景を撮ることもできると思うんだけど、こうやっぱりうつさんの場合は今その時間をかけてこう一つの作品に取り組みたいっていう気持ちがめちゃくちゃあるってこと、でずっとあります。子供を産む前からもあるけど、産んでからすごい、だからすうん、ストレスって言ったら、まあ、自分で産んだんですけど、うん、自分で作って自分で産んだからあまり言えないけど、でもそう、なんか昔みたいに集中できる時間が欲しいなって思うけど、うん、思います、ね、こういう作品だったり、はい、今までのゆつさんの作品を作るときに、はい、最初にこうなんかアイデアノートみたいなのを作るんですか？あ、そうですね、だいたい、なんか、だいたい作品を作り始めるのって次の展覧会が決まってたりすることが多くて、でその展覧会をどういう展覧会にしたいからこういう作品を作っていこうっていう流れでいつも考えてて、うん、2月どうなんですか？やりましょう、やりましょう、2月お城で、そう、あの、そう、うちさんね、今年もお願いしてたんですけど、コロナ禍だったので、そう、5月で ね、ちょっと飛んじゃったんですけど、その時にやっぱりあの星尾さんで展示するんだったらいつもと違うことがやりたいなと思って、うん、それであの男の人の、そう、私もねリクエストしたよね、男性撮ってくださいって。そうそうそう、男の人のちょっと肌とか、それ、まあ、女性も撮るんですけど、うん、ちょっと人物だけでできたら面白いかなと思って、うん、だからちょっと今この間お話しして目標ができたんで、うん、自分の中で楽しい、次の人もあんまり撮ってない、ちょっとは撮ってるんですけど、あんまりなんか日本の私写真の歴史の中で試写真ってすごいこうやっぱりなんか重要じゃないですか、うん、今までの日本の写真の歴史って、うんうんうんね、だからその恋愛的な写真ってやっぱりこう、ね、ていうの、そのいわゆる、まあはい、ね、実際に恋愛してなくても、そのなんか人間、まあ、異性だったり、どうしたら同性だけど、撮る時 の、 そのなんかちょっとした恋心みたいな気持ちだったりとか。あ、私は同性、私もあの、うん、彼ですけど、私はあの男の人好きですけど、女の人撮る時は結構恋してます、うん、女の人の可愛いの好きなんで。そうそうそう、うん、やっぱり私はそれがなんか、うん、なんかちょっとすごく影響されてきちゃったというか、うんうんうん、そういう詩写真、詩小説とか詩写真的なものっていうのがやっぱりいいなって思うこともあったり、うんうんうん、でももちろんこういう、うん、なんていうか作ってきたあの大きい、うん、なんていうかなこう、うん、テーマがあってっていうこともすごく好きなんだけど、はい、なんかいろいろできたらいいなとは、うん、あ、そうですね、ね、その時にしかできないことがやっぱり、ね、うん、あるので、うん、今だ時間、私もあんまり時間が取れないので、うん、もうパパッと取れる何かってなんだろうって、うん、まあ、男のヌードなとか、まあそれ全部自分 の、 なんかあのライフスタイルだったりとか、あと人生にも合うしとか、あと人が求めてるものでもあるのかなとか、そういうのもあったりとかするんですけど、私もなんかこの間モデル募集、その5月の前ですね、モデル募集したらやっぱり取られたい人はいて、うん、いや、いるよいるよ、そう、なんか今度ね、明後日、うん、明後日取る男の人を取って、うん、でそのちょっと先に女の子取る約束してて、それってもうなんかこんな感じで取ろうかなってアイデアはあるんですか？あります、アロエで囲む、アロエなんだ、アロエなんだ、アロエ刺さりそうなんかなんでアロエなんですか？あとね、その人タトゥーしてて、なんかタトゥーの刺さる感じとアロエの刺す感じが、アロエにチクチクする感じってこう、うん、身体感覚に訴えかけてくるじゃないですか、見る人にも。そうだね、あとなんか街で見るアロエってすごい気持ち悪いよね、すごい、なんか街角にある、うん、なんかうわーってなんかすごい生えすぎちゃったアロエが、うちの近所にもすごいいっぱいあって、うんうん、なんかそれはちょっと夜中にかそれ持ってきて、ね、今日そう、そうですね、で女の子もね、なんかね、向こうがイメージくれて、なんか生と死のイメージで通ってほしい、性はエロいのがいいとか言ってくれたんで、うん、なんかあとはお任せですみたいな、うん、
なんかちょっとそれしばらく考えて、なんかその人それぞれに合ったのが取れればいいなと思って考えてる、あとうちさんだと今子供っていうさ、なんか実際ライフスタイルの中でもすごい大きい時間を占めてる、はいはい、それもまあある意味なんかまあ素材という見てみるとすごく面白い、そうなんですけどちょっとねやりすぎちゃって赤ちゃんの時あそうなんだやっぱり思って撮りたくなりますよね。あ、そう、撮りたくなって、やっぱもうないから撮ったんですけど、その作品があまりにも際どすぎて、なんか半分の人は笑い、半分の人は ひどい虐待みたいっていう、そのパカッと意見が割れるような作品だから、作品としては面白いんですけど、だからあんまりとかも出せなくて、それ旦那さんが根が持って、あ、撮ってる、もう分かんない、捨てちゃったかもしれないですけどね、だからないんですけど、だからそう子供も最近ね、子供が本人たちの意思で、撮られたいと思ってて、この間の台湾、3月に台湾の、レジデンス滞在制作に行ってきた時に、モデルやってくれて、あ、そうなんだ、鼻の中にこうにら突っ込まれた写真とか、かわいいですよ。私も子供いたら子供すごい撮りたいな。でも虐待って言われそうだね、やっぱり、ね、そう、作風的にどうしても私がやると作り込みになっちゃうから、そうだな、そこをちゃんと、誰かにジャッジしてもらわないと。確かに結構、あと私の写真ってこう、なんていうんだろう、生きてる感情を撮るから実は服が邪魔だったりするんですよ、だけど子供には服着せなきゃいけない、なんか考えて服の代わりになるものでも、葉っぱとかで覆っても際どくなっちゃうから、そういうちょっとなかなか実際の人間はコンプラ問題とかはあるから難しいよね。そうあって別にそう大人だったら別に肌身が見えてもなんてことはないですけど、子供はね慎重に扱わないといけない、まあ、顔周りとか、あ、そう、足の裏にカタツムリ載せた写真とか、そういうのを撮らせてもらう、まあやるからね子供はねそうなんかできるところでちょっと、そうですね、今度ここの展示にも子供の貼ってもいいのかもしれないですね。私は私でその、まあ、うつさんが忙しく大変だと思うけど、その、あの子供がいる生活っていうのは羨ましいなと思いますけどね。まあ、大変、まあ、大変ないものねだり、ないものねだりとか、やっぱなんか子供って楽しいじゃないですか。楽しいですね。大変だけど楽しいけど大変だけどの繰り返しですよ。で、大人と話してるより面白くないですか？あ、面白い。あ、で大人も面白いですよ。だけどそう、子供は突拍子もないこと言ったり、ね、変な踊り、うちの子タニシの真似して踊り出したりとか。そういうことでも多分してた、私も。そう、いろんな踊り、ちっちゃい時してた。そう、踊ってこれなんだっつってなんかやってたりとか。なんか若返りそうだけどね、作家としてもね。あ、そうか、でもね、子供時代を生き直してる感じがすごいね、感覚、もともと自分は感覚割と子供時代の感覚引きずってると思うんですけど、さらにもう一回、そうだよね、でもすごいいいと思う、それって子供の時はやっぱり虫遊びしてたんですか？虫遊びっていうか見るのが好きだったんで、私はね、やっぱりね、この間それもやっぱり考えたんだけど、着せ替え人形だったんだよね。ああ、そうなんですね。そう、だからその着せ替え人形的に人を取っちゃうんだよね。ああ、着せ替え人形、人形だと思っちゃうもん、人を取る。ああ、でもその感覚はなんかわからない。こう首ここみたいな感じで。あ、でも私もそうだ、今日もなんかアトリエで写真展の間に、お金のためにポートレートも撮ってるんですお金のためとかいいですか？もう分かります、言わなくてもいいんですよポートレート今日も撮ってたんですけど、やっぱ、ちょっとずつこう動かして自分の、そう、好みの顔に来るまで結構何回もやってもらいますね、なんか、私もそうで、やっぱりよく撮りたいから自分が思うね、そう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 、自分が思うよ、いい、そのそう、だからかなりしつこく撮りますね。わかります、私もすごい言うんですよね、こう、ここみたいな、そう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 、で、ここみたいな、そう言います、やります、やります、もちろんね、なんか目線のちょっとした違いとかで、ね、そうなんですよ、あと口の開き方、そう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 、顎先か、頭曲げみたいな、すごい細かい、全然変わるもんね、変わりますね、でそこ顔が決まらないと気持ち悪いし、いい顔撮りたいし、そうそうそう、わかるそれはかなり細かい、ね、なんかあんまりこれまで、仕事的なことでは人間にとってき
たのは見たことある気がしたんですけど、はい、その作品で人間を発表してる感じはなかったですね。ないですね。そうやってたのは22、うん、3歳まで、うんうん、若い時はちょっと撮ってたんですけど、うんうん、自分のポートレートとかはあると思うけど、あ、そうそう、セルフポートレートとか、あとなんかね、うん、人の家に遊びに行って、うん、そこの人と一緒に10パターン連続写真みたいのを撮るみたいな、うんうん、パフォーマンスみたいな撮影50組に行ったことがあって、そういうのとかはあるんですけど、うん、でもなんか好きな人とかできた時、多分今旦那さんとかさやさんとかやっぱ撮れたくなんないかですか。あ、好きな人、なんかこう恋愛の時の、あ、恋愛の時のエッチなやつとかでも分かんないけど、あのね、最初に付き合った恋人が20歳ぐらいだったんですけど、うん、なんか声かけるのにどうやって声かけたらいいか分からなくてなんか同じ、私ハンズでバイトしてた時の上の階で働いたお兄さん、うん、好きになって、でなんかそう写真のモデルやってくださいって、しばらくね、なんかね、撮らせてもらう、下北沢で、うん、なんか顔にケチャップかけるやつ好きな人ですよね、好きな人、好きな人にやってもらってそう、そういう仲の良くなり方をしてたり、うんうん、でもそう好きになった人と撮りました。ね、そういうのとか、なんか、ね、楽しいですよね。いいなと、人間らしいなみたいな。あ、そう、そうですね。あと、うちにこもっていくのも人間もちろんらしいんですけど。あ、そうですね。なんか関係がどうしても出るから。ね、うん、私あれなんですよ。結構ね、好きな顔、好き顔だけじゃないです。人間的に好きな人じゃないとやっぱり撮りにくくて、うん、なんかそれがなんか若い時に気づいちゃったんで、人物のカメラマンできないなって思って。あ、そっかそっか、仕事でもってことですね。仕事でも、だからなんか撮る時はある程度その人のことを気に入って、うん、で、うん、気に入ってない人撮るときはなんか目線が全然なかったりとか、うん、なんかもう写真見ても一目瞭然のものが出来上がってくるから、うん、そこの間写真展の時に、うん、男の子撮らせてもらったんですけど、うん、それが私の写真の働いてる写真の学校の、うん、生徒さんなんだけど、その顔が綺麗な、割と綺麗に、キャラはね、3枚目みたいなことなんですけど、顔がすごい、そう、綺麗に見える顔をしている人で、うん、だからなんかやっぱり撮ってる時は生徒さんだけど、うん、綺麗な顔してるなって思いながら、うん、撮って、ときめきともまたちょっと違うんですけど、わかるわかる、うん、すごい綺麗だなって、うん、思いながら撮りたい、うん、ね、その時感情が動くことがやっぱり楽しいなというか、やっぱその写真家もその人一日の行為だと思うから、うん、あ、はい、なんかその日の行為が楽しかったら嬉しいというか、そういうのが残るといいなって、うん、はい、はい、思うんですけど、はい、というわけでそろそろ、はい、だからうつさんでした、どうもありがとうございました30分だった、はい、もうちょっと大丈夫かな、はい、そう、はい、なので写真の宣伝をしたいです。そうですね、はい、宣伝をじゃあお願いします。あ、はい、今荒川区荒川6-47-3-203、はい、これでうつさん来たら、はい、これでまだあと2分ぐらい、あ、2分、でアパート、あ、そっか、あとでなんか誰リツイートとかしていただいてますか、星野さんに、はい、11月の8日ぐらいまでなんか週3、4日開けているアトリエの写真展をやってます、はい、それで点数が結構あるので、もしお時間に余裕がある方、はい、1、2時間見て来ていただけるとありがたいです。はい、はいはい、どうも、じゃあ今後はなんかいろいろまたそのこういう作品だったりとか、うん、はいはい、まあ、人間だったりとか、うんうん、人間これまでもなんかいろいろ人生の要所要所でいろいろ撮られてきたと、はい、ね、はい、思うんですけど、はい、楽しみです。ありがとうございます。私も楽しみです。あ私なんかちょっと恋愛っぽいの撮りたいなって言って、最初のブックすごい、あれ良かったです。あれ初期衝動みたいなやつ、私もそう初期衝動に戻って人物を撮りたい。そう、なんか頭だけはいくらでも若返れるから、そうなんだ、そうそうでやっぱ一方でその時間かけるやつもやりたいし、あ、そうですね、うん、なんか欲張りですけど、でもそう欲張って生きていきたいな欲張って、そうですよね、はい、はいはい、というわけで、はい、今回宇津井文子さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。写真展のね、荒川ですね、はい、そうですね、ここでやってるそうなので、はい、ぜひいらしてください、はい、あ、どうもありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい。